四角い形の次郎柿はシャキシャキとした食感が特徴の柿で、松阪市内では岡本町を中心に9軒の生産農家が栽培しています。今月18日から出荷作業が始まり、今日は JA の職員ら10人ほどが収穫された次郎柿を傷がないかを丁寧に確認して箱詰め作業を行っていました。今年は心配された猛暑による大きな被害はなかったものの、気温の高い日が続いていることから色づきが遅く、例年よりも1週間ほど収穫が遅れているということです。今年は、大変な猛暑でしたが、農家さんの努力もありまして大変おいしい柿に仕上がりました。ぜひ皆さん、松阪の柿、今年は甘みを持ってシャキシャキでおいしい柿に仕上がっておりますので食べてみてください。出荷のピークは来月上旬まで続き、県内や愛知県に出荷されます。